今日頑張るサザン5歳の男の子、名前はエンタと言います。エンタ君でございます。人間の年に直すと15歳ぐらいの男の子になります。しかもですね、今ちょうど大ちゃん好期を迎えておりましてですね、もしかすると小中厳しい場面をお見せする場合がございます。その時はですね、エンタ君頑張れって応援してあげてください。そしてできた時は皆さんも一緒に褒めてあげてください。褒めれば伸びる子でございます。お写真ムービー撮り放題などいっぱい撮ってあげてください。それではですね、まずは小田さんが一番初めに覚えた芸ご覧いただきましょう。二足方向です。立て、はい、立つ、どうまでえいきます。ほっ、歩く、はい、待って、ほっほっ、わかりました。お兄ちゃんお姉ちゃんわかる、大人のお客様もわかりますか。ええ、エンタ君が一番初めに覚えた芸、二足歩行でございます。ええ、おさらさんが2本の足で立って歩いてるんですよ。皆さん思い出してみてください。山のおさらさん、動物園のおさらさん、こんな風に2本の足で立って歩きません。エンタ君はですよ、なんと半年かけてこのように2本の足で立って歩くことを、はい、覚えました。おやめで、あら、ありがとうございます。拍手いただきました。よかったね、エンタ君、拍手いただいてよ。これが第一反抗期でございます。それでは自己紹介してですね、ショーの方を始めさせていただきます。その前にですね、ちょっと注意事項だけ説明させてください。まず、みやぞんの前に引いたロープの中には入れません。そして、エンタ君ものすごく可愛いんですが、僕以外触ることできませんので、絶対に触らないようお願いいたします。それでは自己紹介させていただきます。私たちコンビ名があります。私たちコンビ名をサルザンマイと申します。サルザンマイ、今日頑張るおさらさん、5歳の男の子エンタ、そして私エンタ君のトレーナーの平山圭、こう見えて23歳でございます。親しみを込めて圭ちゃんって呼んでください。そしてですね、本日私たちのショーの外のミユでございます。おさらさんはですね、昔からまだ猿、役が猿、病気が猿と縁がいいとされてきた日本の伝統芸能猿回し、本日草芸お見せさせていただきます。草芸にはですね、それぞれ大切な意味が込められております。立って、はい、ほら、それでは皆さん、約10分間です。たくさんの拍手ご声援をよろしくお願いいたします。立つ、はい、立て、ありがとうございます。それでは最初の道具は、しけど胸やっていこう。エンタ、気をつけ、そう、他球までございます。エンタ、気をつけ、そう、他球は決して折れることのないしなり、生命力の象徴とされております。皆様の健康長寿を願い、披露させていただきます。エンタ君、はい、そう、気をつけは、はい、そう、人間と乗り方が違います。足元に注目、わかりますか皆さん、これ乗ってるんじゃないの、掴んでます。この辺掴んでます。お兄ちゃんお姉ちゃん見えてる、ね、このように皆さんしっかりと掴んで乗っております。絶対に離しません、離しませんよ。皆さん、歩き出したらですよ、握手お願いします。皆さん、上手でしょ、エンタ君、このように竹馬乗れるようになるまで、なんと3ヶ月です。3ヶ月で乗れるようになりました。しかも、ここお笑いの聖地、関西で修行を積んできてますんで、エンタ、あのネタ行くよ。行きましょう。エンタ君の自慢、一度竹馬になったら、もう何があってもですよ、もう絶対に、もう絶対に、こけません。これが自慢でございます。なあ、エンタ、さあ真ん中まで戻ってきて、ここまでこけてるー。失礼いたしました。私たちの唯一のネタでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ですが皆さん、エンタ君、このように竹馬乗って歩いてこけてだけではありません。ここから日本伝統芸能らしくかっこよく参ります。まだよ、
はい、だ、乗る。はい、行きます。タキューマに待て、乗ったまま、おっ、ジャンプです。さあ戻ってきて、お、もうちょっと、だ、もうちょっと後ろ、こっち戻って、だ、だ、もうちょっと、そう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 、はい、止まる、前向いて、はい、そう、いきます。さらにカードを増やします。3つ連続、皆様の人生がトントン拍子に進みますように、いきます。3つ待て、エンタ、行こう、エンタ、もう一回じゃ、はい、行こう、エンタ、3つ連続、はい、はい、はい、どうも、見事絶好調ですよ、皆さん。さあ戻ってきて、もちろん調子が上がってきてます。さらに行きます。次エンタが挑戦するのはこちらです。2段です。この技を成功させてメインの大技につなげます。エンタ、何度も練習してきた、自信持って、頑張って、営業抜いた、頑張れ、頑張れ、何度も練習してきた、大丈夫。それでは皆さん、ご覧いただきます。エンタ君の他球馬ハードル、頑張って、2段、頑張れ、はい、よいしょ、決まりました。さあ戻ってきてんだ。決まったときはかっこよく行くんだ。離して、はい、離す、行こう、ほっ、バクチュー、前見て、はい、決まりました、前見て、そう、はい、決まりました。ありがとうございます、えらくしかって、ありがとうございます、よく頑張った、エンタ、えらかった、よく頑張った。それでは皆さん、お待たせいたしました、メインの大技、大きな階段を使いましょう。待てよ、あら、はい、そう、おいで、こっちで、それでは最後の技を移る前に、エンタ君ここまで頑張ってます、皆様の前なんですが、褒めてあげてもいいですか、いいですか、ありがとうございます。エンタ君よく頑張った、エンタ君、エンタ君よく頑張った、偉かったよ、よく頑張って、偉かった、よく頑張った。ほら、立て。それでは皆さん、最後の技に移ります。この技はですね、皆様の思いを届ける駆け足になりますようにと願いを込めた技でございます。発想飛び、ご覧いただきます。以上、止まる、もうちょっと前、そう、待てよ、いきます。飛んだ後の着地にエンタご注目、ほっ、逆立ちです。ありがとうございます、止まる、よし、立て、はい、ありがとうございます。ではいきます、反対側からもエンタ、いよ、頑張って、逆立ち、そうだ、反対側逆立ちのまま上まで、まだ、はい、だって褒めてあげてください、はい、どう頑張っています、偉いぞエンタ、よかった。それでは皆さん、次が最後のジャンプです。次エンタが挑戦する距離はこちらです。こちらでございます。ルールの変更はありません。飛んだ後の着地は逆立ちでございます。それでは最後の技を移る前に、一つ大切なお話させてください。まずはここまでエンタに対する温かい応援を本当にありがとうございます。
ありがとうございます。自粛期間が解除となり、こうして皆様の前で披露できること本当に嬉しく思います。そして日本の伝統芸能を垂れ回し、伝統を絶やさず、エンタとともにもっともっと頑張っていくためには皆様からの応援、そしてあともう一つあります。それは皆様からのご理解のあるご祝儀です。私たち今日ものすごく張り切って少し大きめのカゴを準備させていただきました。最後の技決まったと、こちらのカゴスタッフが持ってですね、ぐるりと回らせていただきます。その時にエンタに対する評価をよろしくお願いいたします。もうちょっと前向こうか。そしてこれはちなみにです、今日エンタ君見て偉かった、これからももっともっと頑張ってほしいと思った皆様のその優しいお気持ち、折りたたんで入れていただきますと私たちの今後の励みになります。そしてですね、お田さんは昔から魔が去る、厄が去る、病気が去る、いや縁起のいいとされてきた動物でございます。そしてですね、何ご縁の縁というつながりもありまして、こちらのお猿のご縁カードの方を準備させていただきました。ただですね、こちら数に限りがございまして、高評価を入れていただくお客様にお渡しさせていただきます。ぜひお納めください。ご参加立つ、はい、待て待てよ、はい、後ろ下がって、そうだ。それでは皆さん、引き続き私たちに対する温かい応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ダッツ、はい、さて、そうまでよ。それではご覧ください、いくよ、あれこっち、止まって、もう一度前、止まる、そう、まるよ。それでは行きます。はい、エンタ、気をつけ、ここは集中して、怪我する。それでは、行きます。コロナという困難を乗り越えて、はい、エンタ君、止まる。再びですね、幸せな日々が続きますよう願いを込めて、そしてさらに行きます。エタ君、行きます。立て、立つ、はい、立つよ、テイク、ホップ、逆立ちでございます。どうまだよ、まだはい、立て、もう一度エタ君の大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。よく頑張った。それでは最後ご挨拶させてください。私たちコンビ名をサルタンマイ、最後までのお付き合いご声援をありがとうございました。ナッツ、はい、さて、ありがとうございました。それでは早速カゴを持ってグリーンと一周させていただきます。エンタクへの評価、はい、カゴの中にお願いいたします。そしてですね、エンタクの写真撮り逃したよとお客様はですね、エンタ君中央で座って待ってますので、最後までお見送りさせていただきます。 ありがとうございます。続々と評価のご準備ありがとうございます。